しばらく音信不通だったけど偶然の B であって声をかけた。ほっとする君は変わらない笑顔で、あの人は勝ち組なのかと、しばらくはわだかまりがあって、あの頃の一人きりがよぎる。自宅を出る一歩手前まではいつもと変わらない自分がいて、あれからどうしているのかとずっと思っていたけど、縮